140年前、幕末の動乱の最中、京都に人斬り抜刀斎と呼ばれる志士がいた。修羅さながらに人を斬り、新時代明治を切り開いた最強の男、抜刀斎。しかし彼は動乱の終わりとともにいずこともなく姿を消し去り、その行方は謎のまま、人斬り抜刀斎の名は伝説となっていった。